Good evening and welcome to the 2023 Miss Universe Japan Final。 開演に先立ちまして本日の審査員の皆様をご紹介いたしましょう。 And now I would like to introduce our judges for this evening。 ぜひ大きな拍手でお迎えください。まずは柏ゴールデンホークス代表おさぎえよしこ様です。続きまして特定非営利活動法人全日本ボランティア連盟理事長近松さやか様。続きまして学校法人山野学園理事長山野美容専門学校校長山野愛子ジェイン様。続きましてハイ労働会社代表平原イブン様。続いては脳外科医兼ファッションデザイナードクターマヤ様。そして2003年ミスユニバース日本代表宮崎美也子様。以上の皆様に審査していただきます。どうぞよろしくお願いします。
presenting the 2023 Miss Universe Japan semi-finalists. I, Maria Himena Sakuraba.
さあ今年の最終審査に進んだセミファイナリストの皆さんが登場しました。本日2023年ミス・ユニバース世界大会に出場する日本代表が決まります。まずは最終審査へ進むファイナリストトップ10が選出されます。審査基準は本大会までの準備期間の取り組み評価、プレミナリーの評価を総合的に審査して10名が選考されました。さらにウェブ一般投票により1名が選ばれ、合計11名がファイナルへと進みます。それではファイナリストの発表です。And now for the announcement of our finalists for this evening. First, Misaki Matsumoto! Next, Kana Takara! Rina Iyuji! Next, Mio Miyazaki! Suzukiwa, Lisa Morishita!Next, Mio Yamamoto! Our next finalist is Nana Miwa! Next, Sayaka Uechi!Next up, Yuma Enomoto! And the last of the top 10 finalists is... Karin Miyazawa! そしてサポーターポイントの高かったウェブ投票にて選ばれた1名はミナ・ヤスカワ。以上2023 Miss Universe Japan Finalists の皆さんです。 Congratulations to the 2023 Miss Universe Japan Finalists。Let's give a big round of applause to all of the contestants participating tonight. さあ、本大会に挑戦したすべての皆さんに大きな拍手をどうぞお送りください。And now it's time for the first portion of our contest for this evening. それではファイナリストによるステートメントスピーチを行います。お一人20秒間にて自己アピールをお願いいたします。まずは一人目は三崎松本。心の不調を打ち明けたとき、それは自分が弱いからでしょうと言われました。しかし心の不調も風邪と同じです。日本では毎日90人が自ら命を絶っています。シルバーリボン運動の賛同者として、私の声からメンタルヘルスの多様性を認め合える社会へ導きます。ありがとうございました。 Thank you very much.
続いては、かなたかだ。子どもたちの健康を守るため、私は看護師になりました。今、日本では7人に1人の子どもが貧困と言われています。貧困は子どもたちから健康や未来を奪います。病院だけでなく、社会で守れる命があると私の言葉で伝えるために、この舞台へ2度目の挑戦を決めました。子どもたちを支える社会へと導きます。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you very much。続いては、リナ・イユチ。8人に1人、これは生理用品が手に入らない女性の数を表します。生理現象に毎月費用を負担しているため困っている方がたくさんいらっしゃるのが現状です。生理は一生のうち約40年続きます。私は生理貧困のない社会を目指すため生理用品の無償化を実現します。ありがとうございました。続きまして、リオ宮崎。子どもの貧困を世界からなくすこと。現在大学で子どもの教育について学んでいる私は、世界で子どもの貧困があまりにも多いことに衝撃を受けました。未来を担う子どもだからこそ、たくさんの経験をし、平等に学びの機会を与えたい。私がミスユニバースとなり、子どもの未来を明るいものにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。NEXT、 リサ・モリシタ。I believe we all have the power to make a positive impact. That's why I founded a running community where young people support society through charity runs and collaborations.Because we are always stronger together. As a social media entrepreneur, my mission is to empower individuals to make a change in their lives and in the lives of others. Thank you. Thank you very much. Zuitewa, Mio Yamamoto.私はパティシエとして勤め、日々チョコレートを使用しています。しかし甘いチョコレートの裏側には苦い現実があります。現在西アフリカのカカオ農園では5人に1人の子どもたちが教育や人権を奪われ働いています。その子どもたちを救うためにはフェアトレードを広める必要があります。私の声から皆さんと共に子どもたちを救えるような社会を作りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。NEXT、 ナナ・ミワ。 As I look forward to getting married, I see that my LGBTQ family and friends cannot experience the same joy. And we must protect everyone's human rights. By supporting Marriage for All Japan, I will create an inclusive society where we can celebrate all love in any form. Thank you.Thank you very much. 続いては、さやか上地。あなたは一人じゃない、がん患者の家族に伝えます。私は5年前、がんで父を亡くしました。日本には3人に1人ががんで亡くなると言われています。大切な家族を失う悲しみを乗り越えた私だからこそ、残された遺族の心のケアがより必要だと実感しました。がんの当事者だけでなく、その家族にも寄り添える環境を作ります。ありがとうございます。ありがとうございました。NEXT、ユマ・エノモト。奥さんなら料理くらいしなきゃ。我が家では、夫が料理、私がお皿洗いを担当していることを知人に伝えたときに言われた言葉です。ジェンダーに基づく固定観念は、さまざまな場面に深く根付き、私たちの生活を縛っています。ジェンダーステレオタイプをなくすため、私が声を上げ、
誰もが自分らしく暮らせる社会を実現します。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてカレン宮沢。人口たった400人の島でビーチサンダルを履いて育ちました。自分の価値を見失った時、世界一周の旅で救われた言葉があります。あなたがいてくれるだけでいい。地球上のすべての子どもが自分らしく生きていけるように声をかけます。そのために今、私はピンヒールを履いてここに立っています。ありがとうございます。ありがとうございました。そして、皆安川。10人に1人がネットで誹謗中傷を受けています。もし誰かに送った言葉が人を傷つける言葉ではなく、受け取った人の明日の力になる言葉だったら、救えた命はいくつあったでしょうか。ライターである私は言葉の力を知っています。言葉の意味を考え、言葉に責任を持つ人を増やすのが私の使命です。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、ファイナリストによるステートメントスピーチでした。表紙選ばれたいですね。選ばれたいですよ。私の後ろにはもう小笠原の自然が、地球があると思って、そのぐらいの気持ちで行ったらすっごい楽しめて、昨日はポーズを練習して意識して寝たので、夢にも一応出てきて撮影が。中間テストじゃないですけど、そういった意味合いで私は考えていたので、皆さんこんにちは、ミス・ユニバース・ジャパンチャンネルです。本日はですね、プログラムブック撮影をしているんですけれども、このプログラムブックの表紙に載るっていうことがまず一番最初の目標なんですよ。もちろん日本代表になるのが目標なんですけど、あの中間地点として、で、私は去年は本当にありがたいことに表紙に選んでいただいてすごく嬉しかったんですけど、世界ですごく活躍されていますレスリー・キーさんという本当に素晴らしいカメラマンさんの方と、あといつもこうヘアを手伝ってくださってますロックヘアさん、あとはいろんなメイクさんも手伝ってくださいまして、今日は素敵なプログラムブック撮影をすることになっておりますけど、今年はこうナチュラルということで、本当全員真っ白の衣装を着て、また小さいアクセサリーだったり、こう本当風とウェットヘアっていう感じで、またその子自身、その人自身のこう美しさを出すっていうような撮影スタイルになっているのかなと思います。楽しみです。すごい。楽しみです。昨日の夜とか寝れました？はい。もう帰ってすぐに今日のためにお風呂に入ってむくみを取ってマッサージしてストレッチして準備をしました。はい、終わりました。緊張したけど楽しかったです。出来栄えいい感じにできました。よかったですね。ちょっと表紙選ばれたいですね。選ばれたいですよ。テクノックみたいな。レスリーさんが決めるということなので、ちょっとそれも緊張してます。残れそうですか？残りたいです。表紙だったらやっぱ一生残るものなので、表紙になりたいなという気持ちは強くあります。どうでしたか？すっごく楽しかったです。なんか初めて楽しくて終わった後に涙が出たんですけど、でもメイクが落ちると思って吸い上げたって言い方が元に戻したんですけど、明
結構レスリーさんと息をがすごいピタッと合ってるなっていう感じが私は勝手に思ったのでちょっとチャンスあるかなって思ってます。Two girls I like because the sharp face. So any side, anywhere you took, the face is more like this, more future, like that. This girl, I really like her, but it's very it was difficult. So it's like, is my going to take time? So let's go for these two. 選びました。はい、あのすごいねたくさん素敵な写真があったので結構悩んだんですけど2023年ですね、プログラムブックの表紙の顔となる子を発表したいと思います。はい、それではですね1人目、ゆま、2人目りさ、3人目みさき。すごく悔しい思いをする子もたくさんいると思うんだけれども、これが終わりじゃなくただの中間発表っていうのを心に得て、でまたあの今日から明日からあの気持ち入れ替えて頑張っていってほしいなと思います。お疲れ様でした。今朝からずっと表紙に出たいなと思っていたので嬉しかったです。ダメって気持ちをにフォーカスしたら私はもう前に進めないので、ちょっともう早いですけど切り替えて次のことにフォーカスを当てられるように頑張ろうと思います。悔しいって気持ちもすごくあるんですけど、でもやっぱり選ばれた子たち見てると自分にはない表情の作り方だったりポージングもうまかったり、私も勉強になる部分がすごくあったので、今後私ももっと超えられるように成長していきたいなってポジティブに捉えることができます。
僕の手を握って君と見る世界は軌道に見せるんだ Baby Say my name Say my name You are the only one Señorita Te amo mucho I wanna say just oneDrunk and drunk, honey, I wanna be with you. Baby, say my name, say my name. You are the only one, señorita, te amo mucho. Oh, oh, I wanna say justOh,
say just one more night 二人だけ秘密のワンダーランだって Baby 今日は Dancing tonightLadies and gentlemen, a big round of applause for Tashia!松本美咲です。3人兄弟の真ん中として福岡県で育ちました。幼少期から様々なお稽古事を経験し、目標を持ち継続することの大切さを感じてきました。そんな私がバレエ講師となり、子どもたちから教えてもらったことがあります。それは自分を信じることの大切さです。不安に負け人前に立つことすらできなかった子が、まるで別人のように堂々とステージで輝けるようになる姿を、私はこの目で何度も見てきました。それは練習という成功体験を積み重ねたことで、自分を信じる力へとなり、不安を消してくれたからだと確信しています。自分を信じる力は人格をも変え、未来への可能性を広げてくれると教えてくれました。この過程を身近で見てきた私だからこそ伝えられるメッセージがある。ミス・ユニバースのプラットフォームを活用して、誰もが自分らしく輝けるということを証明します。高田香菜です。私は看護師として働く母の姿に憧れ、幼い頃から人の役に立つことや命を救うことに強い希望を抱いていました。夢を叶え、看護師として命と向き合う中で、幼い頃に抱いた誰かのためにという思いは今も私の中心にあります。昨年ミス・ユニバース・ジャパンへの参加をきっかけに、世界で起こる様々な問題、そしてその影響で夢を叶えられない子どもたちが多くいることを知りました。夢は未来をつなぐ生きる希望です。私が幼い頃夢を抱き叶えたように、全ての子どもたちにそうであってほしい。私は子どもたちの夢を守るために今ここにいます。私がミス・ユニバースとなり、自らの手と声で子どもたちの健康と未来をつなぎます。井内里奈です。私はいろいろなことに挑戦することが好きで、このミス・ユニバースもチャレンジの一つとなっています。私はミス・ユニバースというプラットフォームを通して生理用品の無料化を目指します。生理の貧困があると言われている現代社会、なぜ私たち女性は人生の中で生理というこの生理現象に多額の費用を費やさないといけないのか。私は自分で生理用品を購入するようになってから、世の中の女性が生理現象にたくさんのお金を使っていることにずっと疑問を持ち続けていました。
生理用品を手に入れたくても手に入れられない女性や困っている女性は国内だけでもたくさんいらっしゃいます。私は生理の貧困をなくすだけでなく、少しでも多くの女性が過ごしやすい社会を築きます。宮崎リオです。幼い頃から体を動かすことが好きだった私は、小学1年生でチアダンスに出会い、以来14年間続けてきました。応援チア、競技チア、プロ野球の球団チア、さまざまなジャンルを経験し、チアから多くのことを学んできた私ですが、統一美を重んじる競技チアでは協調性ばかり気にし、個性を出すことを恐れていました。人の心を動かすには自分の心を使うこと、これはチアの恩師からいただいた教えです。自分を信じ、それぞれが個性を大切にし、思いやることで素晴らしい演技となり、人に感動を与える、それに気づいた結果、全国大会総合優勝を果たすことができました。今回ミスユニバースに挑戦し、自分自身と向き合いました。私は私のままでいい、ありのままの自分を愛すことの大切さをミスユニバースになり伝えていきます。 My name is Risa Morishita and I've always been a dreamer. Growing up in Japan and the US, I loved running, but I also felt pressure to fit in. But I didn't let that stop me. As a cabin crew member and running ambassador, I supported thousands of people. I founded a running community that became my voice for change. Working in the skies, I witnessed the power of uplifting others. And as a running ambassador, I helped women to conquer their fears and achieve their goals. But I knew I could do more. So I turned to social media, connecting with women everywhere, inspiring them to speak up and be heard. Because I believe that every woman's voice matters. Through Miss Universe, I want to inspire minorities to use their voices for change. Together, let's create a world where everyone is seen, valued, and respected. 山本美桜です。私は日本とフィリピンのバイレーシャルとして生まれ、日本で育ちました。幼い頃から母とお菓子作りをし、私が作るお菓子によって笑顔になり、その喜びからパティシエになるという夢を抱きました。その夢を叶え、パティシエとして勤めた私は、ケーキを通じて多くの方々に笑顔をお届けしてきました。誰もが口にしてあるチョコレート、現在カカオ農園では学校に通えず教育を奪われている子どもたちがいます。フェアトレード商品を購入することによって子どもたちを救うことができます。この現状を発信し、より多くの方にフェアトレードを広める活動をし、子どもたちが教育を受け、一人でも多くの子どもたちを救えるような社会を私が作っていきます。 My name is Nana Miwa. I was born near Mount Fuji where my grandparents are from. Since I was a child, I always loved learning about the world and other cultures. So, I decided to go to high school in Canada by myself to see the broader world.This tiny courage transformed my life and led me to study commerce and a Juris Doctor at Australian universities, where I had a chance to study about women's rights. During my studies, what I realized about Japan is the lack of women's empowerment in our community. My perception changed when I met other strong role models. I started believing in my ability to do whatever I dream of, and this led me to found my own lifestyle brand with the purpose to bring mindfulness to people's everyday lives.I have a clear vision for the future of Japan that is visible through my global perspective. That is why I will create a community event for empowering women in Japan, inviting other global leaders as role models so that together, us empowered women will create a better future for us all. 植地さやかです。私は23年間、海がとっても綺麗な沖縄県で生まれ育ちました。中学から続けてきたバレーボールでは、仲間とのチームワーク力、忍耐力を学びました。そんな私は5年前、癌で父を亡くしました。家族を亡くし、残された私たち家族は寂しさと不安でいっぱいでした。出口の見えない悲しみや苦しみを私たち家族が背負うのではなく、私たちから病気に対しての理解を深めることで早期発見につながると考えます。癌に対しての知識を深めること、病気にさせない治療が生まれる、そう思います。皆さんで癌に立ち向かうことができると私は考えます。
一緒に戦い乗り越えましょう。榎本ゆまです。私は双子の姉として生まれました。両親は私たちを比較することなく、やりたいことには何でもチャレンジさせてくれました。そのおかげで私は自分の可能性を信じることができ、無謀だと思われていた大学への進学、アメリカへの留学など、さまざまな挑戦を通し多くの目標を達成してきました。女性は自分の価値を男性よりも 20% 低く見積もっていると言われています。私の周囲でも挑戦の一歩を踏み出せずに夢やキャリアを諦めてきた女性を多く見てきました。私はミスユニバースを通して世界中の女性に自分の可能性を信じ、自分の中に無意識に作り出している壁を取り払うことの大切さを伝えていきたいです。宮沢カレンです。東京から船で27時間、人口たった450人の小笠原諸島母島で、人のためになることをしなさいと言われ育った私は、ごく自然に自分よりも周りの人を優先するようになりました。高校卒業後、自分に何ができるかを探すため世界一周の旅に出ました。3年間さまざまな文化や人に出会い、私の見聞は大きく広がりました。そして島に帰った時気づいたのです。まずは自分を知ることから始まると、自分自身と向き合って自分らしく生きることができたら周りの人にも優しくなれる、そうした人が増えていけば世界は変わっていくのではないでしょうか。この思いを一人でも多くの人に伝え、共に優しい世界を作っていきたいと思います。安川美奈です。私はイラン人の父と日本人の母のもとに生まれたバイデンシャルで、日本で育ちました。ペルシャの詩や歴史に興味があったので、語学を極め、一昨年までイランへ留学に行っていました。昔から決めた目標に向かって努力し、結果を残すことに喜びを感じます。一方で何かに没頭すると周りが見えなくなってしまうこともあります。20歳の時に子宮内膜症と診断されて以来、その後何年も感じてきた痛みは全てその症状だと決めつけ、受診を後回しにして過ごしてきてしまいました。その結果、昨年大病を患い、自然には子供を授かれなくなってしまいました。自分自身の経験を通して多くの人々に伝えたいことがあります。どうかその痛みを我慢しないでということです。女性もちろん男性も健康を保ちながら目標に向かって活躍できる社会を私が率先して作っていきます。Now for the evening gown competition. Do I look all right? And I say yes.
turns to see this beautiful lady who's walking around with me. Nina Iuji. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Leo Miyazaki. Lisa Morishita. You are wonderful you.
さやか上地。Ladies and gentlemen, a big round of applause for performing Daniel. Thank you very much. ありがとうございました。長期の白血病の方の治療のステロイド剤を長期にわたって使っていることで、
団体骨頭壊死を起こす可能性っていうのがものすごい高くて、そのステロイド剤投与が結構長かったので骨頭壊死なんじゃないかなってことで MRI を一応取りに行く予定になっています。2種類手術方法があって、骨切り手術と人工関節があって、骨切りだと自分の骨を半分切って回転させてっていうことができるんですけど、骨頭壊死なのでまた壊死してくる可能性が高いから、壊死してしまうとまた開いて次は人工関節にする必要があるから、鼻からそれなら人工関節をしたらいいんじゃないかっていう話でちょっといろいろ先生から話いただいたんですけど、人工関節が今は持って15年から20年ぐらいのものが大体一般的で、それだとこの先長いから骨切り手術の方を勧められたんですけど、骨切り手術だと大会に間に合わなくて、6月ぐらいから早くて手術をスタートしたとしても8月は歩けないし、多分入院してると思うって言われました。なので今回は辞退をしないといけないんじゃないかなって思います。本当私から言えるよりも体が一番だし、先生がおっしゃってることが一番だし、まあ、どうになんだろう、立つというよりかは大会に出場できる可能性があるんであれば、どういう形でもフィールで歩けなくても出場はしてほしかったんだけれども、まあ、退院そのためだけに退院するっていうのと、まあ、6月からもずっとみんなと一緒にいれないっていうので大変だと思うので、でも一番こうミューの中で悔いの残らない選択、他に方法があるんであれば私たちも全力でサポートする、面談でも話したけどサポートする気ではいるし、明日また先生と話して、もしかしたら違う方法もあるかもしれないし、だから今日で辞退っていうのは私はあんまり言いたくない、うん、もうちょっと先生と話して、で最後本当に入院するってなった時点でどの方法で手術をしていつのタイミングで退院できるのかっていうのを、一番自分の体がベストで先生のそのすごく上手な先生に聞いて、はい、ベストの方法を選んで、はい、もしも間に合うんであれば戻ってくる、はい、時代じゃないから戻っていつでも東京に来てトレーニング一緒にしたいし、はいはい、もしも8月間に合わないんであれば来年またここでミューと一緒にトレーニングできるのを楽しみに待ってます。はい、はい、皆さんも頑張ってください。まあ、これの時は顔出しに行きます。強がらなくていいんだよ。治療ができない子たちがやっぱ世界にはたくさんいるわけだから、そういう治療ができない子たちのために、私が10年後絶対に海外に住んで、そういう治療ができない子たちのために医療機関を作るって協力なんですね。だからそのためにやっぱユニバースの、ユニバースのグランプリを取って、そういう子たちの希望になる女性に絶対なるっていう、今はそういうもう気持ちしかないですね。
さて皆様、改めまして、本日は、ミス・ユニバース・ジャパンファイナルにお越しいただき誠にありがとうございます。私は本日の司会進行役のジャスティン・パターソンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ここでですね、2022年ミス・ユニバース日本代表の坂本マリベルさんにご登場いただきたいと思います。皆様ぜひ大きな拍手でお迎えください。どうぞ。マリベネさん、お久しぶりですね。お久しぶりです。1年前はありがとうございました。ありがとうございました。お元気そうで嬉しいですね。とっても元気に1年間を務めさせていただきました。はい、ありがとうございます。昨年ですね、ミスユニバース日本代表に輝いたこの場所でですね、戻ってきていただきましたけれども、ありがとうございました。ここでですね、マリベレンさんの貴重なその体験ですね、ぜひ、セミファイナリストの皆さんにもですね、聞いていただきたいと思い、ご登場いただきました。それでは、少しですね、お話を伺っていきたいと思いますけれども、昨年ミスユニバース日本代表に選ばれたんですけれども、その時の気持ちはどんな感じだったんでしょうかね。そうですね、もう本当にとにかく信じられなくって、寝てもこれは夢なんじゃないかって思うぐらい自分の中でまだ実感が湧かなくって、でも次の日に起きてみると、こうやっぱり一緒に戦ってきた2022年のこうセミファイナリストだったりとか、本当に多くの人からのこう応援のメッセージが届いていて、本当にこれは現実だって思ったんですけれども、先ほどこのビデオを見ていただいて、今年のセミファイナリストのミユが残念ながらこうみんなと一緒にステージに立つことができなくて、私たちセミファイナリストも私も本当にとても悲しいんですけれども、今ここに立っているステージのみんなの分、みんなの気持ちをミユの気持ちをみんながこう今背負ってここに立っているので、またミユが元気な姿でみんなの前に戻ってこれたらとても嬉しいなって思ってます。ありがとうございました。その後いろいろと、あったんじゃないかなと思いますけれども、その後なんで自分の変化について一言お願いできますか。そうですね、日本代表になってからはやはりこう責任感っていうのがすごく持つことができたかなって思ってます。やはりこう今までの日本代表の方が築き上げてきた歴史だったりっていうものがあるので、それを私がどれだけこう2022年の日本代表としてこうちゃんと表現できるか、そして表せるかっていうのはすごくプレッシャーだったんですけど、本当に多くの人の支えがあって、それはちゃんとできたのかなと思います。先生、そんなことで第71回ミスユニバース世界大会に出場することになったんですけれども、その時にですね、印象に残ったことがあればぜひ話していただければと。そうですね、本当に全てのもう瞬間が思い出に残ってるんですけど、やはり一番こう印象に残ってるのはやっぱり国際交流というか、一緒のルームメイトだったベトナムのチャウチャウっていうことも本当にすごく仲良くさせていただいて、ベトナム行った時も一緒にまた再会したりだとか、あと隣の部屋のチームメイトだった今年のミスユニバースに選ばれたアーボニーとも本当に仲良くさせてもらっていたんですけれども、本当にこう服をこう貸してくれたりだとか、困っていたら本当に親切にしてくれたりで、彼女が優勝した時にあるインタビューで私のことを話してくれて、で一緒にこうバンド私がバンドやってたんですけど、そのバンドのことについてもすごく述べてくれていて、なんか本当に楽しく嬉しい思い出ですね。バンドをやってたんですか。そうなんですよ、実はヘビーメタルバンドをやってまして、今ではなくて過去なんですけどそう頭を振って、私のボーカル、同じバンドだったボーカルの子は、はい、デスボイスをしながら今はこんな綺麗なドレス着てますけど頭を振ってましたなんかすごいイメージはできないんですけれども、すごいかっこよかったんですよね、きっと。はい、とてもかっこよかったと思いますそして今後 の活動とかですね、目標があればぜひ、お話しいただければと思います。そうですね、私がこの日本代表になれたこと
を絶対に無駄にせずに自分にしかできないようなこうプラットフォームがあったりだとか経験があるのでそれを生かしてこれからもたくさん成長して皆様に新しい姿を見せてきたら嬉しいなと思います。Thank you very much. ありがとうございました。さあ、改めまして2022年 Miss Universe 日本代表坂本マリベレンさんでした。皆様改めて大きな拍手お願いします。Thank you very much. ありがとうございました。美しく輝かせオンリーワンの存在へと導く私の人生を変えたのは下着だった生き方までも美しくあなたらしくマルコ There's a pace here that I'm still not quite familiar with. There's a noise coming from the fridge and a mess that isn't mine.行動が大きく傷ついた心を救う何もないところから一歩踏み出すことその思いと行動からは素晴らしい結果が生まれる And now it's time to announce the 2023 Miss Universe Japan Top 5, who will be moving on to the final round. Let's see who made it to the Top 5. いよいよ Top 5 の発表です。The first contestant to make it to the Top 5 is... Nio Miyazaki!Nana Miyu!
Our next contestant to make it to the top five is Misaki Matsumoto. Next, Lisa Morishita. Last contestant to make it to the top five is Mio Yamamoto! Ijo 2023 Miss Universe Japan Top 5 の皆さんです。そしてファイナリストに進んだ皆さんにもぜひ拍手をお送りください。Please give another big round of applause to our top 5 and for all of our finalists.それではこれより最終審査へ移ります。最終審査はスピーチ審査となります。トップ5の皆さんは主催者が選んだ質問に30秒以内で答えていただけます。それぞれが考える思いを込めてお答えください。なお質問と回答は英語または日本語で行います。 And now it's time to move on to the final round of the program, the question and speech competitionThe top five will answer a question from the competition organizers. They will have 30 seconds to answer the question and share their thoughts and ideas. The questions and answers will be answered in English or Japanese. First, Ryo Miyazaki. Japan 政府は2025年までに男性が育児休業を取る割合を 50% とすることを目標にしていますが、現状は 17% です。このことについてあなたの意見を教えてください。はい、私はもっとより多くの男性が育休を取れる社会を作る必要があると考えます。男性だから、女性だからという固定概念をまずなくす必要があると考えます。そのため私は未来の教育者として子どもたちの未来のために私は育休を取れる社会を作っていきます。ありがとうございます。ありがとうございました。NEXT ナナミワ。トランスジェンダーの方がスポーツの大会に参加する際の性別のカテゴリー区分についてあなたの意見を教えてください。I really believe that we need to take an evidence-based approach to determine this and based on the research. And I really believe that we need to respect the athletes, transgender athletes, and also the women in the category.I really believe that we need to strike a good balance between respecting those rights and I believe in LGBTQ rights and that is why I will use my voice and educate others about this problem so that together we can create a better future and leave a positive impact for the LGBTQ community. Thank you. ありがとうございました。 Thank you very much.Next, Misaki Matsumoto. AI 技術が進化してきた現在、将来 AI が私たちの人間の仕事を奪うとささやかれています。このことについてあなたの意見を教えてください。AI は将来私たちの仕事を奪われていると奪われるかもしれないと言われていますが、AI の起動のスイッチを押すのは私たち人間です。私たち人間が AI に奪われないようにしっかりと向き合い、お互いに
AI と共に共生できる社会を作ることが求められていると考えます。ありがとうございました。ありがとうございました。Next, Lisa Morishita.日本では性犯罪の被害者の9割が女性だと言われています。女性の性犯罪被害を減らすためにあなたができることは何ですか？女性の性犯罪被害をなくすために、まず私たちはジェンダーへの固定概念をなくすべきだと考えます。私たちは男性と女性、性別にかかわらず強さ弱さを持っており、それらを理解してお互いが支え合うことで強くなれると私は信じています。ミス・ユニバース・ジャパンとしてこういった性別による固定概念をまずなくすこと、そしてお互いが支え合って強くなれることを体現します。ありがとうございました。ありがとうございました。三尾山本。日本ではまだ同性婚が認められておらず、同性のパートナーとの法的な婚姻関係が持てません。婚姻平等化についてあなたの意見を教えてください。はい。私たちは同性婚は認めるべきだと考えます。世界では少しずつ LGBTQ について理解が深まっています。しかし日本では同性婚が認められていません。そのためにはまず幼い頃から同性婚、そして LGBTQ について教育をするべきだと考えます。多様性を認め合うことで誰もが生きやすい社会を作れると私は考えます。私は女性リーダーとして声を上げていきます。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you very much.This concludes the question and answer portion of tonight's competition. 以上、トップ5による最終審査でした。マリベレン坂本、とにかく偽ろうとせずに自分らしさを出して全力で楽しんでほしいっていう、あとその人自身の自分らしさがその人の美しさをよりも出してくれるものだと思うので、自分に嘘つかずに心に問いかけて全てを全力で頑張っていただきたいなと思います。その人の行動を見て応援したいと思えるような人がユニバースジャパンになるべきだと思います。ミスユニバース外見だけで評価されてるんでしょって言われてしまうことがすごく多い。全くそんなことはなくて、本当に内面も磨いていかなければいけないし、4ヶ月って本当にあっという間なので、全力で楽しんで最後まで日本大会に向けて頑張っていってほしいなと。本当に最初と大会当日と全然顔つきも違えば雰囲気も違ってくると思うので、やっぱりもう絶対今年ミスユニバースになるんだっていうその強い思いはもう絶対負けないって思ってます。まず最初に伸びるところってプログラムブックが終わったところなんですよ。やっぱりこう目に見えて一番最初に評価がこう見えるところでもあったので、私の場合は本当ありがたいことに表紙に選んでいただけたので、やっぱりそこで自信がついて本当もっと頑張ろうってのすごいこう上がったかなと思うんですけど、もちろんそこでやっぱりこう自信をなくしちゃってどんどんこう急降下してしまう子も去年もいたりしたので、なんかそこでどう自分の気持ちを保って
これからもレッスンに臨めるか、日本代表の目標に向かって頑張れるかっていうのはすごくポイントになってくるので、やっぱり自分も最初このトレーニングを始めた時って、次にクラウンを渡すのってやっぱりまだこう実感が湧かなかったんですけど、今はもうだん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 トレーニングを見てたりだとか、いろんな子が成長していくのを見ていくと、なんか私も本当にクラウンを、次のバトンを渡しても大丈夫だなって、だんだんちょっと気持ちが芽生えてきたなって思います。レクリエーションをやる理由としましては、こうチームの団結力だったりとか、やっぱりこうほんのどんな環境でもどれだけ楽しめるか、トレーニング期間ってみんなやっぱ緊張してて、すごいその子自身の性格が分からなくって、すごいたくさんいい良さがあるのに分からないので、今日はみんながどういう性格なのか、どれだけ楽しんでるのかなっていうのを一緒に楽しみながら感じれたらいいなって思ってます。世界レベルの方が2名お力をいただきました。行きますよ、めちゃくちゃ強い。みんなライター1回キャッチするのにマリがキャッチできなすぎて。日本代表としてこのステージに立つのは今夜が最後になります。この最後の瞬間を迎えられたのは、サポートしてくださった各スポンサーの皆様、ミスユニバースジャパン運営事務局、そしていつも寄り添ってくれた家族友人、またたくさんの優しさと愛をくれたナショナルディレクターの美馬ひろこさんのおかげです。本当にありがとうございます。日本代表として千羽鶴や私の声を通して世界大会の舞台で人権平和について発信できたことをとても誇りに思います。唯一の被爆国として訴えかけるメッセージが力強く人々の心に残り、また同じ歴史を二度と繰り返さない世の中になるよう願っています。日本代表としてこの1年という月日は、私の人生の中でかけがえのない大切な1ページです。この1ページに終止符を打つことはとても名残惜しいですが、次のステップに進むために前を向いて歩いていきます。そしてまた新しい姿で皆さんとお会いできることを楽しみにしています。次のミスユニバースジャパンへ、今日からあなたの人生は180度変わることでしょう。自分らしさを忘れず、あなたらしい日本代表として活動し、輝く1年になるよう応援しています。本当に素敵な1年をありがとうございました。
それではここで審査員を務めていただきました学校法人山野学園理事長、山野美容専門学校校長であります山野愛子ジェイン様より一言いただきたいと思います。 So now we would like to turn the microphone over to one of our judges、 山野学園スクールコーポレーションチェアジェイン愛子山野、皆様大きな拍手でお迎えください。皆様こんばんは。もうこの皆様の後から出るのはドキドキ、本当に一人一人の皆様の美しさをもう一度大きな拍手をしたいと思いますので、本当に全員一人一人最後の結果待ちということでドキドキ私も含めてしております。まあ、まず私はミス・ユニバースの皆様に大きな感謝です。ひろこみまさん、本当に私たちはこうやってミス・ユニバースをご一緒にこうやってできることはとっても嬉しいです。もうここの山のホールで5年目となりました。そして最初はの出会いは学生をチャンス、やっぱりミス・ユニバースを通していろんな人たちのチャンスを与えて、そして特に私たちの学生には一人ずつの大きなチャンスを与えて、普通は近づけないような場所で最初見てお勉強しました。だん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 近くなって少しお手伝い、そしてコラボレーションができて、これは素敵なフレンドシップ、そしてこの素敵素敵な出会いが出来上がっております。そして5年間と続けてやったことだからこそ、本当に毎年毎年卒業、学生が卒業してもこの素敵な出会いがつながっております。そして美容を通してもちろん皆様とご一緒に女性のパワー、 Women's Power Empowerment ということをいっぱい学生もそのなりの勉強ができて、本当に素敵なチャンスを与えております。こういう大勢の皆様で素敵な Miss Universe のプラットフォームで少しでも女性のリーダーシップのことをきっと世界にはためになるんじゃないかなっていうことをいつもいつも思ってます。一人ずつのミス・ユニバースの代表のミス・ジャパンの皆様が素敵なメッセージ、そして本当にハートを込めて頑張ってることをぜひぜひこのミス・ユニバース終わってても続けて、私たちは大きな応援していきたいなと思っております。これから皆様がこのプラットフォームを使って、これから世界、もちろん優勝なるミス・ユニバースの方は世界に向けて、だからこそその方だけではなく、全員全員一人ずつ生かしていきたいなと思っております。このチャンスは世界をチェンジできるプラットフォームです。そしてやっぱり今世界の中、特に日本の中では女性のリーダーシップを少しずつ見てもらえるようになっております。これを通してやっぱり美容だけではないんですので、だけどやっぱり美容も関わってますけれどもね、素敵なスマイル、本当に心からその精神美と健康美の中では生かして、一人ずつの皆様が大きなメッセージがありますので、今日は最後で終わり拍手ではなく、これから生かして皆様とこの世界に羽ばたいてほしいなと思っております。皆様これから素敵なオプチュニティを通して一人ずつまた引き続き頑張ってほしいなと思ってます。ここで英語で少しお話しさせてください。First of all, I would like to thank Hiroko Mima-san for giving us this amazing opportunity for being a part of Miss Universe, to be able to get on a new platform and express different views and different opportunities for our students.
I'm very grateful for our students right now because at the very beginning, 5 years ago, she gave us the opportunity to watch and learn from the hairstylists, from the girls, from the ladies' training. And then from there, each year we're getting closer and closer and getting these amazing opportunities and making special, special friendships, even to the point of doing collaborations on this stage and being able to do photo shoots with amazing photographers and being a part of this wonderful, wonderful world that is not just beauty, but it's also women's empowerment and a platform to be able to share the message of the power of women and the differences that we can make. Thank you very much. どうもありがとうございました。
And now for the moment you've all been waiting for. It's time to announce the results of tonight's competition. The 2023 Miss Universe Japan Final. いよいよ、ウィナーが選ばれます。栄冠は果たしてどなたの頭上に輝くのでしょうか。それでは、第5位より発表いたします。The 2023 Miss Universe Japan. Fourth runner-up is...Misaki Matsumoto! Zite, 第4位の発表です。The 2023 Miss Universe Japan. Third runner-up is... Mio Yamamoto!続いては第3位の発表です。The 2023 Miss Universe Japan Second runner-up is Lisa Morishita! さあ、いよいよ残るは2023ミス・ユニバース・ジャパンの発表です。どちらが栄光の日本代表のクラウンを身につけることになるのでしょうか。The last award of the evening is to crown this year's winner. Who will wear the crown and represent Japan at the Miss Universe competition? それでは発表いたします。The 2023 Miss Universe Japan.Goes to Ryo Miyazaki. Congratulations. The red ray as Japan's representative.
めてトップ5をご紹介いたしましょう。それでは、ベッドプレイス、三崎松本。Fourth place, Mio Yamamoto. Third place, Lisa Morishita. Second place and runner-up, Nana Miwa. そして2023年度日本代表としてさらに世界で活躍する本当に美しい女性を目指してミス・ユニバース世界大会に臨むのは The 2023 Miss Universe Japan winner is Ryo Miyazaki! Congratulations! 皆様のためで大きな拍手をどんどん送りください。2023 Miss Universe 世界大会での日本代表の活躍にご期待ください。 So everyone, this concludes this year's 2023 Miss Universe Japan Final. Please join me in cheering on Japan at the Miss Universe competition. Thank you for attending tonight and we look forward to seeing you again next year. ありがとうございました。 Thank you very much.